はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイですね。これ、なぜか限定出荷の香るウーロン茶割り。札幌です。国産茶葉 100% 使用。アルコール度数 6%。原材料がウーロン茶とスピリッツと、ウーロン茶新石臭と香料とビタミン C。ウーロン茶新石臭なんて初めて聞いたな。ウーロン茶新石臭使用。ウーロン茶新石臭とは、茶葉をお酒に漬け込み、じっくり旨味を引き出した、お酒です。国産ウーロン茶葉 100%。糖質ゼロ。これなんか香る緑茶割りって前出てたけどね。それ前飲みましたけど。まあ、それのウーロン茶バージョンだけど、なぜか、ウーロン茶バージョンは、まあ、限定出荷ということで、限定品になってますね。完璧。まあ、俺、ウーロンハイは大好きなんですけど。あ、おー。あ、濃い濃い濃い。めっちゃ濃いこれ。めっちゃ味が濃い。うん。ほんのり苦味もありますね。結構濃い、濃いめで出されてるのがすげえ味が濃いわ。うん。あ、これはうめえ。これはうめえなぁ。これはうまい。香りもすごいいいし。これ普通のウーロン茶割り、自作ウーロン茶割りよか、これはうまい。こっちの方がうまいな。こっちの方がうまい。あ、これはうまい。うん。ちょっと渋みと、まあ、ウーロン茶の、苦味みたいなのもあります。ちなみにこれは2017年の10月3日から全国で数量限定発売。ですね。結構時間経ってる。でも、賞味期限は一応8月までなんで大丈夫です。この商品はこだわり国産の、ウーロン茶葉だけを使った、ウーロン茶割りで国産特有の華やかな香りを持ち、豊かな旨味のある味わいが特徴のお酒です。はぁ、これうまいな。ちなみに希望商売価格じゃね、参考商売価格が141円。値段150円ぐらいなんです。これは、あれやな。普通に売ってるウーロン茶割りっていう、一般的にタカラとかが出してるけど、あれよか、はるかに美味しいっすね。タカラのあのウーロン茶割りって、あるけど、あれよくはるかにうまいな。うん。ああ。で、アルコール度数も 6% と若干高め。いいっすね。これはうまいな。で、癖もなくて、ちょっと渋い。まあ、それもまたいい味を醸し出してる。香りも非常に豊かで、コクもあるし、実に風味もいい。一つ残念なのは限定出荷というところだけですね。
こういうウーロン茶割りとかはやっぱ、夏に飲むもんなのに、なぜ10月3日から全国で発売したのかがわからない。こういうウーロン茶割りって夏の飲むやつじゃないの？大体。暑い時にウーロン茶割りとかってすげえ大好きなの。ただ一つ、ウーロン茶ってあれなんですよね。実は、カフェインが結構含まれてて、夜に飲むと眠れなくなるっていうので、俺ウーロン茶大好きなんですけど、なかなか飲む機会がなくて、まあ、睡眠妨害になるんでね、あんま飲みたくないんですよね。すげえ好きなんだけど、緑茶は飲んでますね。だから主に酒飲むときに、大体夜なんじゃないですか。で、夜にウーロン割りとか飲みてえんだけど、本当は。飲みてえんだけど、カフェインがかなり含まれてるからね、実は。ちなみに緑茶はもうカフェイン含まれてるけど、あれは緑茶の成分で、カフェインを、眠くなる作用、いや、カフェインが睡眠妨害する作用なんだけど、緑茶には実は反対の作用の、やつも含まれてるんで、実際は、緑茶を飲んでも、寝れないってことはないんですよね。これうまいなぁ、ほんとに。ここまでうまいウーロン割りは、ウーロン茶割りは、自作で作っても、作れないですね。自作で、まあ、いわゆるウーロン茶と、焼酎、香類だけ入れて、飲むっていうやり方だと、全然、この味は出せないです。さすが、ウーロン茶新石種を使ってるだけあるな。ああ、いや、これはちょっと舐めてた。あ、絶対これがあれだろう。大したことねえだろうと思って。大したことねえだろうと思って。飲んだら、なおことなかった。すげえうめえ。ウーロン茶好きとしては、これは、実に美味しいっすね。うん。ウーロンハイ、ウーハイ好きなんで、これはぜひ、あれっすね。毎年発売してもらいたい。ていうか、むしろ通年販売してもらいたいレベルですね。これはうまい。ここまでうまいウーロンハイは、初めて飲んだかもしれん。これは自分で作ってもこの味は出ねえわ。間違いなく。ただ、まあ、限定出、まあ、でも、ウーロン茶割りで150円出すかっつうと出さねえんだよな。まあ、100円だったら出すけど、これいくらだったかな？あれな。まあ、希望商売価格が、150円ぐらいだけど。まあ、あれやん。まあ、これ100円ぐらいで買えるんだったら全然、買いっすね。あ、今ググったら結構安いわ。ちょっと待って。アマゾンに売ってねえか。1800円ぐらいで売ってるな。24巻入りで。24本入りで、1700円ぐらいで売ってる。てか、宝焼酎のウーロン茶割りすっげえ高いんだけど、これどうなってんの？24本入りで3610円もするんだけど、高っ。1本100円以上するんだけど。宝焼酎のウーロン割りよか、こっちの方がうまいよな。1缶100円以上するんだけど、100、
120、30円するんだけど、高っ。いや、これはうめえ。正直舐めてたな。ここまでうまい、とは思わなかった。うん。ウーロン茶の渋みも再現しつつ、なおかつ風味もあり、癖が一切なく、飲みやすくて、なおかつコク深い。うん。これはすごいな。いや、久々にいいものを飲ませてもらった。これは。うん。甘みは、でもちょっと甘みも、まあ甘みは添加されてないんだけど、ちょっと、やっぱウーロン割ってちょっと甘い、あれがあるじゃないですか。焼酎の甘みみたいなのが、出るんだよね。うん。うん。これは買いっすね。これは5つ星つけましょう、これは。うまい！久々にいいものを飲ませていただいた、ウーロン割、やっぱうまいな。ウーロンハイは、バカにならないほどうめえな、これはな。本当に極めるとこんぐらいの味になる。4345です。ご視聴ありがとうございました。